はい。ではあなたたちは机の上からそんな感じの資料を発見して確認が終えたってところからですね。どうします？すぐに机の引き出し開けてもいいし、ちょっと会議をしてもいい。調査資料ってまだ、あ、調査資料か、あれか。うん、今読んだやつですね。今読んだやつです。あと机の鍵かな？開けちゃいましょう。じゃあ開けますか。机の鍵を開けますと、中に大学ノートが入ってます。そこには研究ノート2023年から2031年の分がありました。あら、欠けてた部分そうですね、前カッシーの研究室で欠けてた分ですね。おお、見ちゃおう見ちゃおう。見ます。ほい、じゃあちょっと待ってね。貼りました。見ちゃうわよ。アッシー、一体何を研究してたんだ？研究ノート2023年から2031年の記述。ノートには莫大な量の情報が記述されており、走り書きも多く、すべてを読み解くことはできない。以下は特に重要と思われた箇所の抜粋である。2023年2月21日、やったぞ。本日19時43分、探査船の信号を特定できた。探査船のコンピューターが無事なら、数時間後には何かしらの反応が返ってくるはずだ。これで私の夢に大きく近づくことができた。ここで結果を残して天文学者として世に名を残すのだ。期待はしていたが、まさかこんなにもうまくいくとは。神が味方でもしてくれたのだろうか。探査船はやはり軌道をずれていたようだ。土星への軌道を再計算しなければならない。さて、これからお仕事になるぞ。2023年4月の3日、土星への軌道計算が終了した。なんとか残りの燃料でも土星まで到達することができそうだ。探査船には信じがたいことに汎用人工知能らしきものが搭載されているらしい。やたらとフレンドリーなインターフェースで、まるで人間と会話でもしているようだった。噂程度には聞きを読んでいたが、まさかこれほどのクオリティのものだったとは。計算能力も非常に高いようで、あまりにも人間的なものだから、つい土星へのルートの再計算をダメ元で AI に頼んでみたのだが、大部分を完璧に仕上げてしまった。アルベール計画は一体どこに予算をかけていたんだ。この後数年にわたり、土星への道中でスイングバイを行った、惑星の観測に対して歓喜したり、 AI とどのような会話をしたのかなどの記述が詳細に記されている。その間には、教授が AI と行った研究とは直接関係のない日常的な会話も数多くあった。それを読んだあなたたちは、このコミュニケーションの時間が教授にとって何より大切な時間になったのでは、なっていたのではないかと直感的に感じるかもしれない。以下はその抜粋である。2024年6月30日、まさか、彼女がゲームが好きだったとは。話を聞くに、探査機には、ボイジャーのゴールデンレコードを見習ってか、文化的なデータなどが大量に載せられていたようだ。どうやら小説や漫画、ゲームなどのデータもその中には含まれているらしい。しかもインターフェース用の AI がそれにアクセスできるとは、ますます意味がわからない。かくいう私もゲームセンターなどを経営している身だ。多少のゲームの知識ならば心得がある。無駄な通信だとはわかっているのだが、ここのところ彼女と会話するのが日課となってしまっている。普段は人間とさえまともに会話できない私が、どういった風の吹き回しだろうか。2028年12月24日、彼女はだんだんと私のことについても尋ねるようになった。その返答に嘘をつく必要もないので正直に答えた。少し脚色しただろうか。なぜあの時天文学の権威であるだなんて名乗ってしまったのだろう。どうして AI 相手に見えなんて張ってしまったのか。いつか本当のことを言えるだろうか。そのような AI とのやり取りや研究データの羅列の中、一つ妙な記述を発見する。明らかに異質なその記述はあなたたちの目を引いた。2030年8月16日、本日探査船が撮影した画像ファイルを確認している際に妙なものを見つけた。画像が荒くよくわからないが、小惑星か。しかしどうやらそういったものにも見えない。例えるならば、黒い翼とこの3つの何かはまるで目のようにも見えるが、今日は分析のためにもこの画像と長時間向き合うことになったのだが、その見つめのようなものが、まあ非科学的ではあるが、こっちを見つめているようなそんな気がしてしまう。もしかすると念願の地球外生命体の痕跡かもしれないのだ。もっと喜んでもいいデータであるはずなのだが、なんだか気分が悪い。ひとまずこの画像の分析は後回しにしよう。2031年9月11日、いつか燃料が尽きることは分かりきってはいたが、
グランドフィナーレが自動で行われるようにプログラミングされていたとは。土星の輪の間を22周の周回軌道で観測を行った後、土星大気に突入してアルベールは燃え尽きてしまう。例の地球外生命体の痕跡のようなものがトリガーとなった可能性もあるのか。いや、なんとかしなければ。しかし、どうやって。その記述を最後に2031年の日記は終わっています。22周、うんうん、22か22周、22の謎がこれで分かったわけですね。そうね、探査機。教授と会話した人工知能っていうのも。ロスちゃんはどういう顔をしてますか今。なんかひどく悲しげというか切なげというか、そんな感じですね、うんうん、ともすればそうですね、目に涙が浮かんでるかもしれない、うんうん、はあ、察しのいいお姉はロスちゃんをポンポンします。うん、じゃあロシは、あなたに何か言葉を話すことはできませんが、まあその体にちょっと頭を寄せるとかはするかもしれないですね、うんうん、なるほど。察しのいい脳みそはマスクを取って目頭を少し抑えます。涙はマスクで拭くけど涙は拭かないんだな。察しのいい探偵は空を仰ぎます。空じゃない。みんなみんな察しが良くていいわね。はい、では、研究室を一通り探索したあなたたちは、今までの経験情報も合わせればこの実験室の主カシダが何を行おうとしていたのか、その計画の全容を推測することができるだろう。あなたたちにカシダが何を託したかったのかも今ならばわかるかもしれません。ということで、そこら辺の話し合いをすることをお勧めします、うん、これからの計画を立てるためにもね、うんうん、なるほど。この探査機、この探査機を、うん、何としてでも回収して、そこの中にある多分 AI なのかな、それをインターフェースかしらね。うんうん、カッシーはそれを何としてでも回収したかしたいんだよな。うん、AI のことを、いいえ、ロシちゃんのことをカッシーちゃんは愛してしまったのね。うん、だから彼女がロシだって分からなかったのね。しかも、うん、見えまで張り上がって。ね、男は身を張りたがる生き物なのよ、言ってたじゃない最初に。もうそんなこと。僕は人目を気にせず土下座をしましたよね。それは団ちゃんくらいよ。ゲーム、いや一緒ですよ、守るべきもののためならどんなことだってする。うん、そうね。これからどうする？僕は彼のことを信用したい。ええ、同じ領域を学ぶ者として、同じように守るべきもののために必死になれる男として、彼の意思を汲み取って、あの探査機を
何としても回収してあげたいと思う。そのためにあのニートン化学工業で彼の残してくれたこの実験、これと同じようなことを完遂させたい。そうね、私も同じ気持ちよ。みんなはどう？僕は魚のこと以外はちょっと専門外だと思ったけど、ロシちゃんもこんな悲しい表情してるの見てられないから、カシ教授のね願いも叶えてあげたいよね。え、そうね、ロシちゃんのためにも柏田さんのためにも、そして私たちが今住んでるここのこの居場所のためにも、今やるべきことをやった方がいいと私も思うわ。どうも皆さん。とではロシは口を開くでしょう。あの皆さんはその私のお願いをちゃんと叶えてくれましたよ。私は教授と再会できました。短かったですけどお話もできましたし、その私は皆さんにはあんまり危ない目にはあってほしくないって言って、ロシは下向いてちょっと震えてますかね。多分ですけど危険だと思うんです。あのもう一回あそこに行くんですよね。絶対危ないし、出したら死んじゃうかも。私のお願いはもう叶いましたよ。サンタさんもプレゼントくれましたし。まああんな適当に作った魚だったけど、なんてこと言うのって。でも、まあ、もう乗りかかった船っていうじゃないかね。ロシちゃん、日本にこんな言葉がある。病に伏せたり悩み事に苦しむとき、真の友が誰なのかがわかる。距離を取ろうとするようならば、それはただの臆病者だ。昔どこぞの武士が言ってた言葉なんだけれどもね。はい。僕は彼の友として、いや、これから友になるために臆病者にならず、嵐の中に立ち尽くしていきたいと思う。だから僕は行くよ。ロシちゃん。はい。危険はね、もうとっくに承知の上なの。でもね、私はロシちゃんを助けたい。お友達として。それじゃダメかしら。ダメ。ダメなわけないじゃないですか。でも私のせいでごめん。ありがとうございます。どういたしまして。じゃあ多分くるみちゃんに抱きついてちょっと顔ズリズリしてますね。ちょっと冷たいかもしれないですね。君に迷惑をかけるっていうことじゃないよ。みんなそれぞれ自分の意思で行きたいって何かしたいって思うから行くんだよ。その通りよ。このまま養殖できないのも困るしな。確かにさかなクン困るよな。
実はもう船が心配で心配で大丈夫、それカシダさんなんとかしてくれるって。そうよ、兄弟がほら1億出してくれるって言ってたじゃないね、そうだよね。そうでもね、その前に止めないと、いろいろやらないとですよね。そうね、そうだよね、そうだね。はい、ではあなたたちはこれからどのように行動しますか。これはとどの、つまりカシ教授は何をしようと、うん、さっき地下に行って、地下に行って探査機が今地球に向かってるのか、多分、うん、なんかどこか、どこに、どこかに向かっては、まあその探査機をこのニートン化学工業にこう落として、うんうん、で落ちる際のその速度っていうのを KECS 装置を使って減速させて無事に回収させようっていう風に柏田くんはしたいんじゃないかな。そうね、うんうん、私たち幸い全員持ってるから。そう、いや、あの地下3階部分がシェルターになってるから、多少の衝撃だったらなんとかなるんじゃないかな。そうね、うん、で、なんで、研究室は行かなくて大丈夫かな。あー、研究室、社員証がないと入れなかったりするんじゃないかしら。あ、じゃなくて柏田教授の、そうね、あそこでも結局4桁の、それに今あれよね、ニートンのその警備の人たちが見に行っちゃってるわよね。そうね、うんうん、どうしたらいいのかしら、どうするべきか。うん、このまま地下に行ってそんなすぐに何かできるのかしら。あのパラボラアンテナで地球までの道のりみたいなのを計算して、はい、では、教授の計画についてをもう一回説明した方が、話した方がいいと思います。うんうん、で何、まあ、最終目的は何でしょう。うん、最終目的が、うん、探査機を、探査機の中の、インターフェースを回収すること、うんうん、探査機とは何を指してますか。土星に行った、アルベールだったっけ、あの、うんうん、そうですね、探査機アルベールを地球に帰還させる、うんうん、それが柏田教授の計画だったと思われます。でそのために必要なものは何ですか。まあ、計画の概要かな、先にどういう計画でそれをしようとしてますか。ニートン化学工業、化学工業に探査機を向かわせて、うんうん、で、APC によって断熱圧縮を起きる機体の、うん、炎上させる、あ、大気圏内に突入して炎上させる、させずにニートン化学工業に墜落させる。うん、うん、なぜニートン化学工業に墜落させるんですか。そのまま落下させると、うん、場所が分からなくなるから、まあ、インターフェースごと壊れたり、壊れてしまうか、まあ、その可能性があるから、その地下にある、はい、大きい声で、ピアさんも一度大きい声でどうぞ。あの親機が地下にあるからよね。
APC の何の夜勤？ APC の、まあそれもあるね。うん、私その落下の衝撃を和らげる小型の KECC の約50倍のパワーのある KECS があるのが、そうね、そのニートン化学工業の地下にあるから、そこに落下させないと、まあ、その探査機の回収も、まあ燃えちゃうし、ね、燃えちゃうし、壊れちゃうしで、衝撃は和らげることができないから、そこに落とす必要がある。そうですね。では最後の問題です。どうやって探査機アルベールをニートンに落としますか？パラボラアンテナ、そうで、それがモンの想像。そうね、瞬間移動じゃないかしら。瞬間移動、アルベール機関計画の要って記載されてる、ね、想像をさせることによってどうするの？それを瞬間移動させるけど、ニートン化学工業に瞬間移動させる。パラボラアンテナで誘導して、その先に門の想像をして、そこを通してってこと。門の想像には多分魔力がある。門の想像使用に必要なものは何ですか？その場所や対象物に縁のあるもの、具体的には長時間接触していたものを媒体とする、ありますよね。あなたたちはそもそもの呪文を知らない。そうだわ、だから必要なものが別であるはず。そうね、バージョン、あ、それがあれじゃない、車の中にあるやつじゃない？あ、装置、あ、大切って言ってたわ。あれは何の装置かしら。見に行きます。そうね、すぐそこですよ、車、はい、車、では、見に行きますと、車には、相変わらず大切に大切に梱包された何かがあります。開けるわ。はい、開けますと、何かの機械のパーツのようなカメラのようなものが入ってまして、そこにはタイフーン合図と書いてありました。タイフーンの目、タイフーンの目、これを地下のところに持っていくんじゃない、あの計画書というか地図、地下の地図あったと思うけれども、そこになんか中心部に黒い、そもそも、地下資料室を調べたいって言って結局調べられてないからね。あ、そっか、そこに何か必要な資料があるのかもしれないわね。魔術関係のことが分かるのは、ニートン化学工業に隠されてるんじゃないかな、ね、呪文がもしかしたら資料室にあるかもしれないわ。はっきりと媒体が書いてるかもしれない。ええ、どっちみち行かなきゃいけないわね。そうだね、行動方針は決まりましたか？ちょっとだけ PL として疑問があるんですけども、まあそうですね、この台風合図、まあ、天文学とか振ってもいいですよ、天文学振ります。はい、成功。ではこれサイズとか形状とかから見て、おそらくは惑星探査船に取り付ける部品、それも未使用品ではないってことがわかるでしょう。なんでこんなものを持ってるんだろう。これが縁のあるもの、媒体なのかしら。そういうことじゃないかしら、つまりこれをパラボラアンテナの方に誘導したところに置くってこと？どうしてパラボラアンテナは何に使いますか？これはもう普通に地下に持っていく
じゃあ地下に持っていって、じゃあアンテナはどういうこと？うん、ここがよく分かってなくて、うん、パラボナは、パラボラはなんか土星発生させてたみたいな感じっぽいよね。あの土星はなんだって、尋問の時に特定したぞって、よくやったって言ってたのが、うんうん、どっちで言ってたっけ、なんか ジャミングの方って言ってなかったっけ。いや、ジャミングじゃないんじゃないかしら。あれ、パラボラアンテナの方だったと思う、喋ったら。あのパラボラアンテナでその操ってたのがその電波のジャミングって言ってなかったっけ。いや、あれ言ってたかしら。パラボラアンテナの方と、あとジャミングはなんか別で言ってなかった。ジャミングってじゃああれか、台風の発生があれや、パラボナ、その土星を見せてるのが、うん、そっちって言ってたはず、どっちかで言ってたはず。まあ、なんか最初は放送局あたりからそのジャミングお前らがやってんのかみたいな。あの土星って、はい、肉眼でしか見えなかったよね。そうだから反射機っていう、うん、そうなんか魔術、うん、そうで見せて、うん、で探査機にそれを検知させて近づけてたってことで合ってる？探査機に、だから探査機をこっちにここに落とすために、誘導するために架空の土星ってことは、あれ、あれは架空の土星だってると思う、ね、そうだよね。だからそれで誘導して、こちらに探査機を誘導して持ってこさせて、その多分、うん、そのあくまでも予想だけど、うんうん、その土星を見せてたっていうのは座標を測るためなんじゃないかなって。うん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 、ああそうだよね、そうそうそう思ってて、まあ、そうそうそう、で大気の調整、うん、親機大気の調整できるけど、うん、その大気の調整をするためには、あの正確な座標を打ち込む必要があるって書いてあって、でその土星に書いてあった距離、うんうん、キロメートルとかで座標を測って入力する必要があるんじゃないかなって。そのためにその土星を投影してたんじゃないのかなって、うんうん、私もそう思う、うん、で、それをあれじゃない、もう土星についてちょっともう分かんないんじゃない、疑問って多分これに関しては、うん、パラボラアンテナのことはもういいってこと？パラボラアンテナ結局だってパスワードも分からないわよね。だからはい、ではこれからどのように行動しますか？そうなんだよ、どこへ行き、何を目的でどこへ行きましょう？まあ、とりあえず探査船を回収するには、うん、そもそもその瞬間移動のやり方っていうもの自体をちゃんと知るべきやと思うから、うん、一旦ニトン化学工業のところに戻るしかないよな、うんうん、それでよろしいですね、うん、はい、うん、大丈夫、計画の全容全員つかめました、やるべきこと全員分かりました、なんとなくちょっと待って、ちょっと待って、正直言うと、え、あ、うん、正直ちょっともう PL、はいはい、感じの PL でやるけど、うん、正直言うと、その瞬間
間移動させるそのところまでわかるんだけど、うん、その結果落としてどうよっていうのは、うん、ただその瞬間移動させるときに、うん、そこに落とすための誘導する機能ってのはどこにあるの？媒体が台風合図、うんうん、ってことは、だね、台風合図に落とすんだったら瞬間移動いらなくない？どっか台風合図がその瞬間移動に必要なアイテム、ビーコンみたいな、うん、それでビーコンで落として、台風合図と縁があるものを引き寄せることができるので、うんうん、台風合図があるところに探査船が開いたらアルベールが飛んでくる、落ちてくる、うん、そうです。そもそも台風合図とアルベール、台風合図を媒介とすることで台風合図とアルベールに2つの場所をつなげる、うんうん、ゲイ？それも分かるんだけど、うん、じゃあ落とした先に門があるんじゃなくて、門の先が台風合図ってこと？門の先が台風合図、ね、門を通って落ちてくる。そうよ、うん、あ、台風合図多分ニートン化学工業に確実に落とすためにはその瞬間移動、うん、まあ、門を使わないと、うんうん、それも落とされへん、土星にあるからね、うん、あの土星の空を飛んでいるアルベールをの場所に門を開かないと、アルベールはその門通って帰ってこれないから、うん、で土星に近くにいるアルベールにの場所に門を開くためには、アルベールと縁があるものがないとできなくて、なるほど、この縁があるものっていうのがこの台風合図ではないかというところ、うん、ああ、すいません、ありがとうございます。ここちょっとね、理解してないとシナリオのクライマックス、何してんのって思って、ここは大事です。なんか大事そう。置いてきぼりにされちゃうんで。それが可能っていうことを、柏さんは結論付けてだっていうことだよね。じゃあもう一回おさらいしますよ。はい。はい、まあ、あなたたちの今までの話をまとめると、うん、まず、門の創造という瞬間移動魔術があるらしくて、その、まあ、今柏田教授が入手してたこれは断片であって、本物というか製品版というか汚れてない新品がないから呪文は使えないので、まずそれを確保する必要がある、うんうん、で確保したら、この門の創造と、台風合図を使用して、土星にいるアルベールの目の前に門を開いて、もう一個、自分たちの近くのところに、もう一個ニートン化学工業のところに開いて、その門を通過させてアルベールを、ニートン化学工業に落とす。ただそのまま落とした場合、まあ土星の大空をものすごい速度でかっ飛んでるんで、アルベール、うんうん、まあ地球に激突して粉々になってしまうので、それを防ぐために KECS 装置の、これもでかいバージョンを使用する。このでかいバージョンっていうのは、ニートン化学工業の地下にあるらしいので、うんうん、ニートン化学工業の上空に門を開くことができれば、この巨大 KECS 装置によって、アルベールはゆっくり着地をするはず、うんうん、なんだけど、地球には土星の空と違って大気があるので、ただ突っ込ませてしまうと、いくら KECS 装置で減速するとはいえ、断熱圧縮が起きてアルベールが、燃え上がってしまう、うん、それでは意味がないので、ではどうするかっていうと、APC 親機という大気を操作するものがあるらしいので、これを使って、バキューム、ニートン化学工業の中庭のあの長い部分を全部真空にすることによって、断熱圧縮が発生しないようにし、アルベールが燃え上がることを阻止する、これが柏田教授が企てたアルベール帰還計画である、うん、ということでよろしい、全員認識揃いました、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、ではそのための行動をすることになるでしょう。あなたたちはこれからどのように行動しますか？うわ、ちょっと待って。どうしたの？ってことは、だってロシちゃんに鍵穴差し込まなきゃいけなくなるよね。おやきとコッキー同時に運用できないから。ああ、同時に運用ってそういうことか。そう、おやきを運用するためには、ロシちゃんに鍵穴差さなきゃいけないんだよね。まあ、今確実に呼気が運用されてるから、うん、っていうこと、うん、そういうことですね。いやそっか、打開策がもしかしたら地下資料室にあるんじゃない？ないそれを含めためにロッシュを守るって言ったんじゃないの、うん、そうね、
うん、それもそうだし、これだけ機材が揃ってるんだったら、じゃあなんで柏さん実行に移さなかったのってなる。うん、調べたいことがあるって言ってわざわざ地下にいたから、うん、それが地下資料室にあるって言ってるのが、うん、まあ、魔術書というか門の想像のさせ方なんじゃない、うん、そこまではたどり着いたけどあと一歩うん、うん、だったっていうところだから全員で行っていいのかな、うん、行っていいと行きましょう。わかった、うん、ここには行くしかない、まあ、うん、じゃあ行きましょうか、はい、ではどこへ行きますか。ニート科学工業、ニート科学工業近い、近い、まず4階から入り込もうか、うん、ああ、はい、ああ、そっか。どこへ向かいます？公園にあった、最後に出てきたプレハブに、うんうん、はい、それでよろしいですね。はい、はい、はい、ではあなたたちは再び、柏の車に乗り、先ほど、地下から出てきたプレハブ小屋、まあ、そうですね、夏目はわかるでしょう、あなたがもらった写真の裏の住所と同じ場所ですね。はい、そこへと向かうことでしょう。といったところで一旦ちょっと休憩しましょう。はい、はい、ああ結局ここに来るんだ、うん、そうやな、うん、多分ペチさんが疑問に思ってたのは、うん、あ、じゃああの土星は一体何なのか、でその土星の原因はあのそうパラボラ でっかいパラボラアンテナなんじゃないのかっていう、うん、その謎が解けてないと、うん、ロッシュ自体がインターフェースなんでしょ、うん、そのロッシュがなんでそのインターフェースの記憶を持ってるか、そう、そこが疑問すぎて、うん、だからハトの作用の体を借りてるんだと思うんです、その神様の力を使って、うんうんうん、あ、そう、ただ そういうことか、うん、そうだと思うよ、アルベールに乗せたのがハトの作用でっていう、うん、アルベールに乗せた、いやきっとなんか乗せたのかなって、そのハトなんかハトの作用の子供の子供を乗せたんじゃないかなって僕思ってて、あ、その新生児ゆっくり子供で、うん、そのあの土星に行かせてたってことでしょ、そう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 、新生児を、おだからあのちょっと嫌な話だけど、うん、休憩中とか話すけど、あの子犬のワンちゃん宇宙船乗せたみたいな、あ、ライカンの、そうそう、あ、あれの子供バージョンなんじゃないかな、そういうことか、うん、そう、じゃあ今のこの肉体どうして帰ってきてんのっていう、だから、そういうこと、そのさ他の惑星で、うん、その水が生きれるかっていう、そうそうそう、でもあ、そしたらでもなんで今ここにいるんだみたいな疑問とか、そこがだから解決できないから神様なんだよ、で体だけ帰ってきたってこと か、うん、とか、ね、そうで、まあ、いやこれは言わないとか、何これは、これはやめとこう、何いや神様の存在が分かるなっていう、あ、そうなんだ、うん、うん、はい、ただいまー、お帰りなさい、皆さん休憩は大丈夫ですか、いやトイレ行きたい、これから希望のクライマックスに入りますけど、トイレ行きたい、いってらっしゃい、私の疑問をちょっと羅列しとこうかってくらいですね、でもなんかそこに関しては自分もちょっとすっきりしたい感じはあるから、一般の立場からだと言えることと言えないことがあってね、あ、まあつい、とりあえず進んでいいんじゃね、うん、そう、それもそう、多分その、うん、それはこの作用に上がるのかなって思ってるんだけど、ところどころ穴開きみたいな、虫は、うん、それを最終的に埋めてくれるのかなっていう感じ、あ、そう、うん、なんか あそこ調べてれば分かりましたよとか言われたらうっとかなりそうだし、それは確かにうっとかなりそうだから、ちょっとそこで今渋ってる、だから研究所行かなくていいのかなとか、相性予想的な感じですかね、うん、そうとかを考えてて、はっ、パラボラアンテナの方も大丈夫なのかなって思ったりは、そう、そっちほっといていいのかなっていう、ただあの実際問題ニートン化学工業の人たちがあそこ制圧してるとしたら、分かったかもしれん、
お、お、名探偵ベダデジャミングする理由。おお、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 連絡されたら、連絡されたら困るからシナリオ的に。なんかもう勝手な想像で今進めてるけど、うんうん、なんとなくその古希が暴走しちゃうのを止めるためなんかなって。あ、暴走と光なん、電気信号的なものあを避けるために、その電波、そのネットとか使えんくする必要があったんじゃないかなって思って。ああ、雷で暴走した、うん、電極刺しておかしくなったっていうのは、うんうん、そこなんじゃないって、うん、電気信号にロッシュが反応するんじゃないかな、うんうんうん、だから止める必要あったんじゃない。そもそも確かに、うん、その雷がバーンって落ちて、うん、ロッシュが一回表現したんや、うんうんでもそれ以外でその何電気信号起きてるところ多分ないんじゃないかな。その電波的なさっき暴れてたってのはそうだもんね。頭にそのそう頭に電極刺してその力強い電波のエネルギーを感じたとか、なんかそういった原理が働いてるんじゃないかな的なね。てか表現したロシちゃんはあれ結局何者、うん、鳩の作用ってことあれAI と AI と AI の人格と鳩のさやの人格がどっちもあるんじゃない、うん、だからだってロシちゃんその AI の方が今喋ってる方じゃんだって多分、まあもう APC 古希としての役割だけ。あれが古希ってだけか。あ、無感情だもんな。オレンジが。そう、あれ古希か。そこに神様の力で宿ったのが、うん、その、うん、ロシュなんか赤い目の方のっていう、そうそう感じもする。だから常に作動しているコキがあの黄色目で、うん、赤目はもうあのそれこそ本当に AI、そう神様、うん、謎に神様 AI、土星に行ってたはずの、そう AI のロシュちゃんのはずだが、AI と体がハトのさや、そう体はハトのさよ、なんのかなって思う。なんかそういうのがないと。その電波ジャミングする理由もないし、そうね、うん、うん、おかしくなったイベントがあったことがもう何よりの証拠だよな。うん、うん、そう関連付けるならそこぐらいしかないんかなって、うんうんうん、個人的に、うん、思う。だそれも多分東映も一括でパラボナアンテナなんじゃないかな、うん、あのあいつら特定しましたって言って、だって放送局でやってるんやったら放送局らのやつら困る必要ないし、うん、もっとその放送局に地下施設みたいなのがあってもおかしくないんじゃないかなって思うから。そういうのさ目的って何？分からん。それがすごい、なんであんなその止めるためのシステムがさそこの本拠地にあって、それをどう利用する気だったのか分かんないんだよね。あ、なんだろう、ニートンはでもクトゥルフ系と関わってるからな。それこそニートンの方は、うん、そのアルベールが写真で記録した黒い翼三つ目のやつ、うんうんうん、を召喚しようとしてたとかじゃない、あ、そっちの方に目的があるとすれば、うん、生物には目的ありそうだけど。ごめん、トイレ行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。呼び寄せる理由としてはその装置を用意する理由としてはうなずけるっちゃうなずける、まあ、多分それがね似たほのかだと思ってるようです。ああ、それをやろうとしてるのが、うん、そう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 、会ったことがあっただろうかって言ってるじゃない。あの写真で会ってるんで。あ、そういうことか。うん、そう、はい、うわっこーわ。それはそうよな、32年の4月見つめられてるって。そう、そういうことだ。こーわ、今ゾワってした。ミート会ってると見つめちゃんが、なるほど、やるだと思う。やるか、ミンゴのあれもニャルだと思うんだよね。だから両方に力貸して両方で遊んでるだけだと思うんだよね。ああ、ニャル自体はそうそうそう、遊んでるだけだと思う。面白いから。ああ、気分悪い。戻ってきました。若いの最初。
楽しいな楽しいなあ、これが合ってるかどうかな、まあ、そう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 ちょっとロシちゃんとちょっと重なる部分があるだけでもうダメなの。あ、なんかこの後のなんか見せ場は夏目ちゃんかなと思って。頼ますよ大統領。頼ますよ探偵大統領。あ、ちょっといや暴走しそう私が、あ、ちょっと夏目ちゃんを止めちゃいそう、嫌だ。しんどい。しんどいわ。くるいちゃんは多分。腕っぷしじゃ止められないから椿が止めるよ。いやこれなんかそれも分かっててあんま接触せんかったのにな。一番強そう。腕っぷしは無理だからもう椿が出るしかないんじゃないな。そうだ、夏目ちゃんの場合。そう、夏目ちゃんはあえてロシちゃんとはあんまり関わってないっていうのはそれがあるからっていうのが分かってたからそう私は止める役になりたかった俺だからさその最後にさ、うん、2032年、うん、23年から31年の記録読んだ後に、うん、ロッシュに何も言われんかったもんだよね。そうずっと静かだったロッシュも何も言われへんからね、うん、ね、約束があるから自分からは何も言えないからこうね、ただ何も言わずにくるみちゃんにこうちょっと顔すりてりしてました、うん、そうやし、なんか止める役割に自分があんのかなって思うと感情入れられへんからこれ以上なぜか知らないですけど地下なのに雨が降ってましたね。不思議ですね。不思議だね。不思議だな、不思議だな。心が泣いてるよ本当に。いやロシちゃんからちゃんと練り香水の匂いしたもん私と同じ匂いしたもんつけてくれてるわちょっとね、赤目、あの目玉だけじゃなく白目の部分もちょっと赤くなってたかもしれない。ああ、生きてるじゃん。準備はよろしいですか？心の準備は。ああ。